突然止まりましたね、今。突然、本体の温度が上がりましたとか言って、話の途中で、今すっげえ盛り上がってた、盛り上がってたって一人で大声出してたんですよ。なんだっけ。なんだっけ。だから、おっちゃんたちと刀剣会場とか、まあどこでもいいんですけど、目的地に向かって一緒に乗ってるんだったらいいですけど、ただ目的地のないドライブをその人たちとやってるっていうんだったら、すっげえ気色悪いですよね、俺みたいなやつと。そしてさらに、なんていうのかな、時々若い女性も見てる方いらっしゃるわけですよ。若い女性がご覧になっていらっしゃる場合もあるわけですよ。その若い女性、いや若い女性だったらいいな別に俺。いやまあ俺は良くてもその人たちが嫌だ。まあそういうこともありますよね。だからそのなんていうのかな、そのほら例えば話す話題とか、その刀剣会場っていうか土佐刀剣やる人たちと、トイプードル。だからあっちのなんていうのかな、ドット CO、 クールドックスドット CO の方に出さなきゃダメですよね。これあっちのインフォの方に出したらちょっとやばいよ。あっちも本当にその小型犬とかチワワとかトイプードルとか飼ってらっしゃる方たくさん見てらっしゃるので、そっちに出したらちょっとやばいよなこれ。だからドット CO の方にこっそり密かに出すしかないですよね。密かに言っても、その密かが出せない、密かっていうかどういうふうに出そうかな。まああんま見ないでくださいみたいなこと書いて出すしかないのかな。だってつまんないから、ずっとだってドライブしてるって言っても、そのなんか景色の綺麗なところをずっと言ってるわけじゃなくて、なんていうのこれ、なんでもないところ、被災地を、ほら見てください、あっちの山、あそこから来たんですよ俺ら今さっき。被災地をちょっとだけ見せようと思って来たら、なんか遠いとこまで来てしまって、あ、この人サガナンバーだ、あ、出していいのかなこの人の車のナンバーとか、ちょっともう分かんない。別になんか意図的にやってるわけじゃないんだけど、さっきの何ですか、その通りが、さっきこれ空港から熊本市内に行く通りですって言ってた通りがそれです。ようやくここに出ましたね。ここに出ると少し楽になるんですよね。なんか誰だ、外国人が歩いてる。熊本に外国、まあ、最近は地方都市でも外国人増えたんですよね。白人とかもオーストラリア人多いですよね。なんでだろう、なんでか知らないけどオーストラリア人多いですね。でもオーストラリアも10時間ぐらいかかるんですよ。だから結局そのなんていうのかな、ヨーロッパやアメリカから来るのと変わらないのに距離的には。でもオーストラリアから多いということは、地図を見たときに多分あの経度が同じだから、上の方に、まあ上の方って北の方に日本が入ってるから、なんか地図で映ってるから近いような気持ちになるんですかね。なんか不思議ですよね、人間ってそういうところが。まあ僕も多分そういうところあると思うんですよ。まあみんなあると思うんですよね。映ってるからなんか近いみたいな、アメリカよりもオーストラリアの方が近いみたいな。あるいはイギリスよりもオーストラリアの方が近い、まあイギリスよりは近いのかもしれないけど。この間フランスまで行った時何時間だったかな、確か10時間ぐらい、いやもっとだったかな、12時間ぐらい経ったのかな、10時間ぐらいだったと思うんですよね。まあ11時間ぐらいだったかもしれません、忘れた。でもそれくらい、もうそんな変わらないでしょ、10時間も12時間も。
ニュージーランド9時間でしたからね。もう9時間とか10時間とかは楽しいですよね。あ、やっと通りに出た。あ、すっきりした。このほら右車線をゆっくり行く人ってちょっとダメですよね。まあ、ゆっくり行ってないのか。僕が今89これドア出して大丈夫なのかな。89で行ってるみたいな。だって前そんなここで大きな声で言い訳してる場合じゃないんで、前の人はもっと速いスピードで僕より先に行ってました警察に今言い訳してるこれ本当 YouTube に上げる時はちょっと注意しないといけないですよね。ていうかこんなことを話してるのを今ここまでご覧になっている人いるんでしょうか。本当に多分見てないでしょ誰も。ムーミン社、あそこにほら、見えなかったかな今の。ムーミン社ってあるんですけど、あれが、あの、ペットの仮装場っていうか、まあ、霊園も兼ねたペット霊園なわけですよ。仮装とお墓両方とも、ムーミン社、あそこで、10年間飼ってた愛犬のロットワイラーは、そこで仮装しましたね。去年の1月。もう1年経つんだ。マジ大変だった。いや、そんなに大変じゃなかったな。今ここにあれ、今ずっと手放して運転してた。もう一回やろう、手放して。これ見えますか。今見えてるのかな。これネックレス、遺骨ペンダントです。今映ってましたか。これ遺骨ペンダント今出しました。普段入れてるけどシャツの中に遺骨ペンダントをつけてます。最初のロットワイラー、はあ、まあなんていうかな、その地震の被害をすごく見せたいと思ったのに、なんかあんまり大したことなかったですよね。ほらさっきのホットドッグあそこ見えますか。なんで製品するの。こういう時にこの右側の白い車はわざと俺があのホットドッグをの動画を撮ってるのを邪魔しようとしてやったんだみたいに考える人はもうすっごいトラブルが生まれますよね。そういう考え方の人たまにいますよね。そういう考え方の人もう、まあ、本当にたまになんですけどそういう人いますよ。なんていうかそういう風に考えちゃうんだみたいな、邪気が多いあの人みたいなこと言いますけどね。熊本ではあの人邪気が多いから注意しなきゃいけないよみたいな、そのなんていうかちょっとほらそんな風に考えちゃうんだみたいなネガティブな方に考えてしまうんですよ。すっごくそれちょっと注意しなきゃいけないですよね。この車はプロボックスです。プロボックスすごく好きなんですよ僕。あの形が好きなんですね。あのなんていうか四角くて、なんだ四角くてっていうか、まあ、シンプルで、なんか今そのほらなんていうかすごいいっぱいあるでしょ、まあ、横ガチャマシャって結構最瞬間だったもん。さっき言いましたよね。ガッチャマン、まあガッチャマンって言い方おかしいけどな、なんかほら、今後ろから来てる車、ガッ
かそうなんですけど、なんていうの、なんとか戦隊みたいな、ほら、その漫画のアニメーションの漫画に出てくる、これ見えますか、このほら車、今サイドミラーに映ってるでしょ、この車、ああいうフロントの車、こういうフロントの車が、まあ別に悪いってわけじゃ全然違うんですけど、なんか僕はあんまり好きじゃない。ほら、なんか例えばあの後ろのライトとかがああいうなんかガチャマンみたいな感じになってんでしょ、なんかビヤンってなってんでしょ、ああいうのがあんまり好きではないですよね。そのなんかただの四角とかそういう感じ、もうできるだけシンプルな方が好きなんですよ。その時にこのプロボックスは後ろはあんまり好きじゃないんですけど、前とか横から見た感じとか、そのなんていうか、そのシンプルであんまりそのごちゃごちゃしてないって言いますかね。この前の車だってもうこれでも僕はあんまり好きじゃないですね。こういう風になるので、なんかもうちょっと飾り付けされすぎてるみたいな、何も飾り付けされてないのが好きなんですよね。もう本当に何もシンプルなのがいいですね。できるだけシンプルなのがいいですね。よし、ちょっと抜いていくぜ。あ、そうだ、ゴミ捨てなきゃいけないんだ、忘れてた。よし、じゃあちょっと切りましょうか。あ、空港でもお見せしましょうか。空港なんて見せてみたら楽しいかな。ほら、あそこ見えますか、見えてますよね、あれ空港なんですけど、空港まで行きますか。だからさっきその信号を手前に曲がってきたんですよ、来るとき。この信号をさっきは向こうから来ました、向こうから左折してこの反対向きに行ったんですね。だから通常は帰るときはあっちに帰るんですが、今空港に向かってます。空港に向かってますというか、もう目の前がもうここ空港なんですけど、まあ空港ぐらい、ちょっと誰かなんか熊本に来たいっていう人もいるかもしれないですからね、クールドックスをご覧になっていらっしゃる方の中で。っていうか、いらっしゃるかもしれないというか、いらっしゃるんですよ。いらっしゃるんですけど、なんか、どうやって行っていいか分かんないかな、みたいな。だから、これ空港ですよ、ほら、空港。ここに到着するから、別に僕がここに迎えに行ってもいいし、まあ、すぐ近くなんですから、家から。ここに迎えに来てもいいし、別にタクシーで来ても、まあ、20分なのこれぐらい、1000円かかるかな、ぐらいな感じだと思いますよ。まあ、行ったことないかわかんないけど、タクシーでは。ここ空港です。まあ、ちっちゃい空港ですけどね。ほら。世界と繋がってますよ。さあ、本当にここにも、もう何、この1年間で何回来たかわかんないですね。まあ、今日はもうどこにも行かなくていいから、まあいいけど。あ、今、指が入ってたんじゃないかね、今。ああ。大丈夫だ。左でもちょっとボールになってた。ちょっとね。ほら、そこに空港貨物って書いてあるでしょ。ここに、だから、犬だけを運ぶときはここに、取りに来るし、ここから送るわけですよ。あ、こっちから行こう。出口、あ、これで新しい道、あ、ここだ、ここに繋がったんだ、あ、よかったよかった、初めて通ったんですね、ここ。今日さっきここを右に行くと、このなんていうか森の、これさっきの森、これです、森の向こうが空港ですって僕言いましたよね。でも言ったのは言ったんですけど、通ったこと一回もなかったんですよ、最近できた交差点で。ここは、ほら、ここすげえ信号青だ、よかった。ほら、すごい綺麗なとこでしょ。
おお、すげえビューンってなった今。っていうか、ほら、すごい綺麗なとこでしょ。風車とか止まってますよ。あの、なんか、あの風車の下あたり、あの、あー、まあいいや、あのあたり、うちの家。っていうか、こんなとこまでこの動画をご覧になっていらっしゃる方が、一人でもいらっしゃるんでしょうか。もし一人でもいらっしゃったら、その人は、なんかもう、ちょっと、素晴らしいですね。素晴らしいっていうか、一回、うちに来た方がいいんじゃないですか。あー、すげえ、狭いとこに入ってきた。